カッサダムは、新潟県南ウ沼ールマグニ湯沢町、品野川水系カッサ川に建設されたダム。高さ90メートルのロックフィルダムで、電源開発の大規模用水式水力発電所、奥気温発電所並びに、奥気温第二発電所の上池を形成。下池、二巨ダムとの間で水を往来させ、最大160万キロワットの電力を発生する。 ダム湖の名は、タシロ湖という、大きいことを区落ち発電所ア巨ダムも含め比較的自由に見学できることが特色の一つであるが、これとは対照的にカッサダムは一般の立ち入りが制限されている。国道17号から分岐し、カッサ川に沿って敷かれた道は、カッサダムに至る手前に設けられたゲートによって塞がれており、近づくことはできない。周辺は、 カグラスキー場の田代ゲレンデである。カッサダムの下流にはカッサ川ダムがある。高さ20.5メートルのアーチ式コンクリートダムで水力発電用として建設された。カッサダムよりも古く1958年に完成。東京電力を経て2020年4月より東京電力リニューアブルパワーが管理している。ダム湖にはカッサ川の水に加え二居ダムの上流。 清津川や浅海川などといった支流から取り入れた水を注がせており、下流の清津川発電所に送水し、最大1万6000キロワットの電力を発生する。ありがとうございます。